皆さんこんにちは。今日はハーブ作りの教室ということで、ハーブの寄せ植え教室を行いたいと思います。まずですね、ハーブと言いましても非常にたくさんの種類があります。ただハーブそのものの意味合いはですね、非常に考えていくと突き詰められないぐらい広くなりますけども、葉とか茎を利用して私どもが日常に使えるような植物を総称してハーブと呼んでいるというふうに、ごく簡単ですけどもね、そういう形で、お伝えできればいいかなと思っております。で、今日は特にですね、ハーブの寄せ植えということで、進めていきたいと思いますけどもね、植物の寄せ植えそのものはですね、非常に初歩的な今日はお話しかできないと思います。ですから皆さん初めてやられる方を対象にお話ししたいと思います。まず植物ですので土の中に植わっておりますから、どうしてもこのハーブに合うような土を作らなきゃいけないということで、まず土を作る場合ですね、基本になるのはこの辺、関東ローム層、要するに赤土がありますので、赤土を中心に作ります。これが赤土ですね。これは普通のこう平らなところを1メーターぐらい掘れば、下はもう赤土。で、その先掘ると粘土で砂になってきますけど、赤土があります。この赤土を何で使うかといいますとね、表層から80センチとか1メートルありますと、植物の種はほとんどないんですね。あっても腐ってしまっているかもしれませんし、そうすると害虫もいないし雑草の種もないと、非常に優れております。で、ただこれだけですと pH がやっぱり 6.7 ぐらいあるんですね。ですからもうちょっと酸性気味の方、 6.5 ぐらいの酸性の方が植物は全体はほとんどよく育つんです。ですからこの赤土を基本としまして、この中にまず腐葉土、それからバーミキュライト、それから俗に言う水はけのいいなるような材料を入れればいいんですけどもね、まず赤土を入れていただいて、腐葉土を入れていただいて、あとはバーミキュライト。バーミキュライトそのものは水はけもいいんですけど、非常に水持ちがいいということで、これがバーミキュライトですけども、この岩石を焼いて、この中に非常に水をよく溜める。ね、水をかけばさーっと抜けるけど、この中にこうちっちゃな穴がたくさん開いてますから、この中に空気と水をたくさん含みます。それで入れると、それからこれ腐葉土なんですけども、皆さんがホームセンター等で売ってる腐葉土は1センチ角ぐらいの、まだこういう細かくならない腐葉土は売ってます。でも現実の中でこのくらい細かくなった腐葉土の方が植物に対しては非常にいいということで、まずですね、この赤土、大体この割合としますと、赤土がですね6ぐらい、6、それから腐葉土が3でバーミライトは1、合わせて10になりますから、赤土をですね、これ赤土ですね、このバケツの中に入れますけども、赤土を入れていただいて、こうね、入れます。それから次にバーミキュライトね、バーミキュライトを入れます。それから腐葉土を入れます。ね、で、これをかき回します。ね、こうしてできた土が、これが赤土が6の、腐葉土が3の、バーミキュライトが1の土、
この土に、こういう植物ですね、ハーブと言われる植物を植えていきます。で、土ができましたらですね、次に、この植物を植えるにあたりまして、まず今日の植物ですね、一応ハーブという形で全部これ名前なんです。名前いろいろありまして、これがバジルでも大葉と、これ2つもバジルですけども、小さい葉と大きい葉のもあります、ね、で、これがオリーブですね。オリーブで、これ、ゼラニウムで、ここに前にありますのが、これがローズマリーの、こう立ちの立たないで横に這うローズマリーですね。これがそれこそニラのようなチャイルっていうピンク色の花の咲くものです。で、あとはこれもですね、政治の仲間ですから、これとこれが、これ違いありますけど、政治で、今日はどっちかと言いますとね、シソ科、要するにバジル、それから関係があるほとんどこれシソ科なんですよね。で、シソ科の、これもそうですけど、シソ科の特徴としまして、この手でね、こう茎をこう触った時に、この茎がですね、普通は植物の木って丸いんですけども、シソ科の植物って大体四角いんですよ、木が自体が。それだけ特徴があります。で、この唐辛子もですね、一応ハーブに入りますけども、今日こういうふうにグリーンだけ植えてもね、ちょっと寂しいので、ちょっと赤みを帯びるようにちょっと色をつけますね。色をつけさせてもらうということで、それからあと、このグリーンだけで植える場合はね、葉の形のいろんな形あるから、この形を楽しむっていうかね、これは丸め、これが非常に細かい、この葉の形を何種類か揃えて、植えますと、この形を楽しむ、樹形もそうだけど葉の形ですね、それを楽しんでいただけると、そういうふうに、していければいいかなと思っております。で、次にですね、載せる場合ですけども、先ほどこう作りました、ね、まだこう下に入ってたんですけどね、これはうちの方でもう混ぜてきましたから、全部上から下まで同じ位置ですから大丈夫ですね。で、植える時にですね、皆さん気をつけていただきたいのは、この植物それぞれみんな個体違いますから、ものによってはですね、非常に乾いているもの、これは濡れているものとかありますから、できれば寄せ植えをしようという、その2時間ぐらい前に1回水をしっかりかけといていただいて、で、水が切れたらやると。で、水が切れませんとね、こういうふうに、抜いたときに手にベタッとつくんです。水切れしてればつきません。ただギュッと絞れば出てきますけどね。必ず植える前にきちんとこれ水をかけておいてください。それからあと植える時のですね、用土はこれだ。非常にこういうふうに、カラカラに乾いている土はね、植えるときにはあまり良くないです、ね、で、じゃあなんで良くないかと言いますと、この植えたときにこれがぐーっと密にギャーっと詰まっていってしまって、水の通りが非常に悪くなってしまうということで、じゃあどのくらいの水を含んでいればいいかということですけど、皆さんこう土を触ったときにこれをギュッと握っていただく、
ギュッと握ってじゃあグーでパーと開いた時にちょうどほらね一つを握れる、崩れないでしょ。これがちょっと押すとこう崩れる、このくらいの水分の入った土が、植える時には非常に理想です。これグッとちょっと触るとポロッと取れますけども、握った時にはこうちゃんと形になって残ると、このくらいの水分量ですねが一番理想です。で今日ですね、これから植えますけども、今日の鉢はね、うちのばあさんが使っていたせいろですけど、容器は何でもいいんですね。で特にハーブはですね、水はけがいいっていうか根が細かい品種が多いんですね。で根が細かいっていう説明はですね、根が細いっていう意味ですからね、細い。でこういう根の細いのはですね、水はけが良くないとよく育たない。でこういうふうに植物は白い根が出てますね。この白い根が出ている時はもう毎日、ね、根が動いてます。これで調子悪くなったらここは黒くなってしまって、ちょっと触るとポロッと取れるように腐ってしまう。ですから水はけのいい土を、水はけのいい土っていうか水はけのいい環境を作ってやらなきゃいけないので、この最近ですね、鉢底にですね、昔は何ていうか軽石をね入れてたんですけども、あれ重いんですよ軽石はね。で今家庭にこういう袋があると思うんですよ、玉ねぎ入ったとか何でもいいんですけどね、その中にこれを入れていただいて、こういう感じのを作っていただきたい。というのは今度土を入れた時に、次にまた今度ばらす時にこうなってますと非常に分けやすい。一緒に植えてしまいますとこれと選別するのが非常に大変です、ね、こうやって入れていただく。でその時に容器であれば下にさらっと敷いただけでは土がその間にポンと入ってしまうから排水良くなりませんから、まあこの3分の1っていうか、まあ5分の1ぐらいですかね、こう下一面に敷けるというふうに敷いていただくと。で、本来であればですね、これちょっとこういうはい、できました。まあ、こんな感じですね。で、ここに土を入れます。よし、このくらい。ね、こう、移りますね。こんな感じにしていただいて。で、ここからですね、植えるときにはですね、まず、これ、見てください。こう平らなところに置いたときはですね、下の底辺が平らです。ところが植えるときはですね、気をつけていただきたいのは下にこう合わせるんじゃなくて上に合わせる、これがポイントですね。ですからこの土の下がこんな感じですね、凸凹です。で上の表面は平らというふうになりますね。でまず植える前にですね、ちょっとこれを置いてみる、どういうふうに植えようかと、時にまあできればこういうふうに芯が来てね、これがまあポイントになるよ。じゃあちょっと動きを出そうという時にちょっとこの辺でこう動きを出して
であとこのバジルですねをこう添えていただくとか、あるいはもうちょっと長いものが欲しかったらこういう、で多めですね、自分でどこに何をどこへ置くかをあらかじめ決めていただいて、でこまあこういう感じでよければ、あそっか、じゃあもう一回外へ出して今度は本格的に植えていきます。ね、でこれこのポットもですね、ちょっと下をキュッと握りますとポット出てきますから、それでこうこの根元をきれいにしていただくと、でこれが一つ、でこう折れたものとかありますから、これをちょっと枝を少し整理してあげる。枝を整理して。こう虫の食った虫のね葉もありますから、そういうのを取ってこうきれいにして。もう一種類ぐらい入れますかね。よし。先ほど言ったようにこの非常にこう根が細かいでしょう。ですからあの下にですねこう根がこう巻き始めてたら、これをちょっとこうもう取ってください。すると新しい根がここからすぐ出るようになりますからね。そこを取らないと、このくるくるしたまた先から出るようになると勢いがつかなくなってくるということで、はい、じゃあこれからですねこの鉢っていうかねに植えていきましょう。でまずですね最初に中心になるものから植えてみて、まあ中心ってやっぱり背の高いものがまあ大体3分の1ぐらい後ろ側でいいですね。こんな感じかな。あ、こっちが正面ですね。こんな感じで。ね、で、今日のメインは、このポイントは、ここの唐辛子ってこうなりますね。で、この時にですね、これだけの差があるんですよね。で、これは下に根が巻いてませんから、これ下、あの浅いもんで、こう切ってくださっても結構です。ね、こういうふうにでこれを同じになりますからね、こうしていただいて、こうでもう見えないからね私が、こんな感じ前側ねなります。で、向かってこう左側がバジルがいきます。でここの辺ね、手がこう入るくらい空いていた方がいいんです。というのは植物ですから少しこう成長しますので、ね、こう植えた時は少し空いてても大丈夫です。でこうしていただいて、ちょっとごめんなさい、見えないか。そうですね、ここがちょっとおかしいね、これね。そしたらちょっとだけ 前の方に詰めますかね。ここと、どうですか。あ、誰も返事してくれないか。こんな感じね。いって、で、じゃあこれほぼこれ正面ですけども、じゃあちょっと後ろ、
後ろもやっぱりないと寂しいからね、こういう後ろ側にも入れましょうと。でもう一本入ります。で、これ映ります。あ、ここね、このところにこういうふうにもう根がねくるくるにほら白くなってしまう。でこれは取った方がいいから、ちょっとこうハサミで取っていく。こんな感じ、根の処分で、これを入れます。今日の感じはこんな感じかな。で土を入れるんですけど、入れる前にまだこれですと手直しきますから、ご自分で見て、あ、もうちょっとこのオリーブはもうちょっと前の方がいいとかね、前に出た方が感じがいいとか、軽い手直しをしてください。で後ろもですね、こんな感じでいければそれほど違和感がないようにということで、まあこういうな感じの寄せ植えですね、今日はね。でそうしましたら、今度こう土を入れていかなきゃいけませんから、この先ほどミックスした土ですね、土をこう左手でこう避けて、右手でこんな感じで入れて、この隙間の部分はできれば人差し指で、あるいは親指等でこう静かにこう詰めていただくと。で空間があると指を刺しますとスッと入りますからね、こう詰めていただいて。合わせたところ映りますよ。ここはこういうふうにこう中空洞になってますからね。これを土で埋めていきます。これでできましたね。で終わりましたら、よいしょ。でこれでですね、ちょっと手でこう叩いてください。こうすると土が沈んできますから。はい、大丈夫ですね。で、今日のハーブの寄せ植えということで、イメージはこういう感じで今日は仕上がり。どうですか。で、あとはですね、これを水やるんですけども、なんていうかな、こういうバケツこうやるんじゃなくて、細いじょうろでここから水をやってくださいね。で、水をやったとき、この下からたくさん出るまで1回目はいっぱいやってください。で、4、5日ですね。まあ、ちょっとこう直射日光の当たらないところを置いておいて、それが過ぎたらもう炎天下でも大丈夫な植物ですから、ね、やる。それから最後にこれが肥料なんですね。これが断交性の肥料といいまして、化成肥料なんですけども、こうコーティングになってますんで、いっぺんに溶けないんですね。ですからこれを肥料をこう乗せます。3ヶ月ぐらい効きますから。で、大体これで30粒ぐらい、3箇所に10粒ぐらいこうやると。で、土をちょっとかぶしておくと。これでもう3ヶ月平気です。こういう感じで、この容器はもう何でもいいです。あり合わせて。ただ、
下にちゃんと排水の穴があるっていう条件があれば、もうね、普通のお茶碗からしてこういう桶でも何でも構いません、ね、ご自分の位置にあるもんで置いていただくということでいいんじゃないかと思います。ただこれが今日はハーブということで、全てハーブの中に属する植物で植わってます。で、もしこれがですね、例えば普通のお花屋さんに売っている花が咲く植物は、今ですと例えばこう朝顔の小さいようなペチニアなんかありますよね。ペチニアを植えても別にこうハーブの寄せの中に1個だけペチニアがあってもさほど違和感はないと思います。ただこの色味がないとですね、せっかくなってグリーンだけで葉の、ね、形のを眺めるだけでもいいんですけど、ちょっと色味があった方が寄せていて楽しいんじゃないかと思います。こういう形でぜひハーブは寄せ植えして、でシソ科とかキク科とかいろんな科に分かれてますけども、これはほとんどがシソ科の植物ですから、科が同じですとね、生育状況が大体似てますから、やるなら同じような科能で、同じ科でもね、みんな葉の形が違ってきますから、そういう楽しみ方があるんじゃないかと思います。